今日はおやこれは何ですか。タンシオです。レモン追加しねえとな。そうね、レモンで。ガクに足りないよね。これ全部いくんでしょ。これくれるんだったら。なんでまたタンシオを。はい、タンシオが好きだからです。あー、わかりやすいな。食べましょう。いただきます。ちょっとスモークしてある。あー、なんかスモーキン、ちょっとスモークしてある。ちょっと桜チップで多分、うん、あうまい。おかわりもらっていい。なんか雰囲気変わりましたね。変わったね。ちょっと髪の毛をおいたしてるんじゃないの。はい、ドラマの役柄で、はい、金髪にしました。ファイティングガール。はい、うん、戦っとるんだな。そうですね。どうですかこのメンバーは。なんかどこ見て喋っていいのかよくわかんない。ガックの大ファンらしいね。あ、それを聞いたね。はい、後ろ振り向けないんです、うん、振り向いたら向いてみーや。振り向いたらいいやん。後ろに、はい、後ろに。ダメですよ。なんだその反応。ガクにここ。はい、5秒前、4、3。カバン？いいじゃん。ここにワンちゃんを入れるんです。あ、犬を入れるんだ。そんなに。ガッくん犬飼ってたっけ。飼ってる。え、それを知ってんの。知ってて調べました。なんだそれ。深田さんは誕生日いつやっけ。11月です。11月か。まだ最近はなくて、まあでもね、11月自分家に帰ったら多分部屋中バラになったり。おかえり、おかえり。ガックン何あげよう。素敵な夜景。うわ、素敵な夜景。ドライブ、ドライブ。いただきやる。もう今、いや、お前言うとハッて言われるよ。いや、俺大丈夫っすよ。聞き返されるで。俺は王子ですか。いやいや、ガックンが言うからこうなんかすんなり入んのよ。え、俺言ったらダメかな。今の聞き方がもう俺言ったらダメだった。聞き方がもう夜景とマッチングしてない。どうもドラキング小耳ファン。
に遅れた視聴者からの、深田さんに関する噂を紹介して本当か嘘か検証して、検証しましょうでございます。それでは早速第5位、フジテレビの食堂でラーメンを軽く2杯食べていたらしい東京都坂本敦史さんからのメールで。どうなの？2杯は食べてないです。2杯は食ってんけど 1.7 ぐらい食べて、うん、他の人のちょっとちょうだいって言ってもらったりとか。すごいラーメンが好きなんですよ。ラーメン好き、ラーメン好きやよな、はい、ロケのお弁当を食べて、うん、で今からラーメン行くんですけどって言うんですよ、うん、いや僕はもうお弁当食べたからって言って、うん、で弁当食わへんかったん、いや食べたんですけどどうしてもラーメンが今食べたくて食べたいと思ったら食べへんかった気すまへんねんな。はい、あもうこれ、うん、あれ食べよう思ったらもうそれ食べないと、はい、収まらないんだ自分が、うん、はい、好きなラーメン屋とかありますか？あります。どこ行こう？あ一回見たサイン、ラーメン屋行ったら深田恭子って。えどこでですか？どこだった？いろんなとこにサインしてきてるいろんなところにしていろんなラーメン屋にサインが。そうです。ラーメン好きな人えいっ、あれツッチちょっと多いんですよね だからね、逆に即席ラーメンぐらいの方がいいですよ。あたまにそういうさ、なんかおやつみたいな、うん、そういうカップ麺の方がさ美味しいと思う時あるから、うんうん、ご飯と一緒にね。ご飯と一緒に食べますよね。うん、食べるね。そういう食べ方する？ご飯とラーメン食べます。あそう、もう俺と京子はもうこう通じ合ってる、はい、そういう部分では通じ合ってる。下の名前で言うなよドラマ中ずっともう京ちゃん京ちゃんに。ガッくんやったらなんて呼びます？うん、相手に聞くかな。あ、なんて呼べばいい？なんて呼んでほしいって。なんて呼んでほしい？なんでもいいです。いや、こんな言うたき太郎とか。なんで太郎？太郎でもええの？ダメ。じゃ続いて第4位、小学生の頃のあだ名がお姫様で、うん、クラスの男子は全員家来だったらしい。どうなの？愛知県にお住まい。全然そんなことないですよ。上靴をお磨き。全然。ひじきをよこしなさい。じゃあこれから僕ら姫と呼ぼう、うん、姫はい。俺はじゃあ G でいい。トム、トム、トム嫌だな。だって白い、白いし。じゃあもうちょっとあの白、白を塗って。バカ殿でしょ。この辺とか書いてじゃあ俺の位置はクワマンですよ。G、うん、G やから。で、ガッくんはだから、わっ、わっ。いや、ガッくんそういうこと言わないから。ガッくんはそういうこと言わないから。王子様がタイプだというふうに、うん、はい、聞いたことあるんですよ。王子さんっぽい、こうちょっとこうね、うん、まあ、まさに俺かなと思ってる。もうないもうない、もうない。ガッくんの方が全然王子様っぽいもん。俺は及川みっちーに言われてん、日本で王子は君だけだよ。みんなあんまりやん。ガッくんとどっちが王子かな？ガッくんです。続いて第3位、早起きが苦手で寝ぼけて玄関のドアと冷蔵庫を間違えたら、佐賀県伊藤和則さん。これはないやろ。間違えて冷蔵庫ないですよ。寝起きバッチリです。寝起き平気？平気です。その通知どうだった？朝ドラマ早いけど。姫はもうドラマの現場で空から来ますから。でちょっと枯れてた木とかもこうふう。元気やった。そういうのは朝元気です。全然平気なんや。おはようございます、キャピキャピウフ。いいね。じゃあ朝全然苦手じゃないの？大丈夫です。こうやって目覚める？
なんか寝てる時とかに電話とかかかってきても、うん、なんかちゃんとしてなきゃいけないと思って、うん、いくら寝ててももしもしとか言って、うん、なんかちゃんとそうしなくちゃと思って、俺も余裕でするから、あ、ごめん今寝てた、うん、全然寝てない、絶対やんねんってそれ。じゃあどんどんいきましょう。第2位、家に帰ると何よりもまず鏡の前で顔の体操をやるらしい。顔の体操よくでもするの？普通の時はこうやって、うんってやってたりしますけど、うん、家帰って鏡の前でとかはやんないですけど。普通待ってる時にどういう風にするの？なんか帰ってなんか口動かして家でこんなことしちゃってますってことない？家だと家でさ、なんかぬいぐるみとかと喋ってます。ぬいぐるみと喋んの？何喋るの？なんか普通に喋ってます。何喋るの？ぬいぐるみと、なんか大きなぬいぐるみがいて、うん、そういう声でギューってして喋ってたりとか。内容は何喋んの？なんか冬とかだったら寒いから毛布かけてあげるねとか言って。そう、姫だからな。姫、まあ、姫やから、そのぬいぐるみも動くんですよ、こんなの。動く？喋る？ぬいぐるみは喋らないね。姫がなんかこう魔法をかけたらこうキラ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 ーンってなってこう。さあ、いよいよ第1位いきましょうかね。第1位、前世はイルカ、前世はマリー・アントワネット、次に生まれ変わる時は黒猫だと真剣に思っています。埼玉県の杉本さつきさんからのメールです。イルカだよ、イルカだよ。すごい美形なのにさ、普通の顔でちょっと下目目線でこうちょっと疲れたな、ほら男前だよ。やばすんだよ。ずーずーすごい、イルカなんだ。はい、それは何、自称？はい、自称イルカなの？なんでイルカだと思う？自分で海に行くとすごい涙が出るほど嬉しくなって、うん、であとは王妃マリー・アントワネットが大好きで、うんうん、でそんな感じがして。え、わかんない、だって海が好きなんでしょ。はい、クラゲかもしんないね。いや、イルカなんです。わかんねえよ、超チンアンコウかもしんない。こうガチャピン人形で遊ばれたシャコかもしんない。うわ、海の中はすごい変わった生き物が多いね。お前が一番変わっとんねん。皆さん、前世とか占ってもらったりとかしたことあります？まこっちゃんは多分キノコとか、うん、それは大丈夫じゃない、うん、あのしめじとか。でも遠くないと思うんですけど、いろんな髪型変えてもやっぱこれが一番好きです。いや、俺、すごいしっくりくる。来世は黒猫になりたいんです。はい。なんで？なんかあの王妃マリー・アントワネットの時に、うん、あの民衆になんかそう苦しみを与えてしまって、うん、だからイルカになって、うん、今度は人間にそうやってなんか幸せとかを与えて、うん、今人間になってこう仕事をして、うん、でもなかなかいろんなところに行けないから黒猫になっていろんなところに行くんです。黒猫になっていろんなところに行くんだ。はい、人間の方がいろんなとこ行けると思うぜ。でも黒猫が好きなんです。うん、あ、そう。なんかこう箱みたい、なんか全部卓球日でも。さあ、それでは続いてこのコーナー行きましょう。どうもとランキングココメロンファー。残る名曲をカウントダウンしながら紹介していこうでございます。第5位いきましょう。
これはどんな思い出が、はい、神様もう少しだけというドラマをやっていて、うんうん、ありましたね。その時の主題歌 で、うん、でこの曲を聴くと、もうその時ってちょうど15歳とかだったんですよ、やってた時、うん、何年前だ、3年前か、じゃあ3年ぐらい前かな。それですごいお芝居とかももう大変で、うん、あと重い役だったね。そうです。それであと15歳でなんかすごい不安定な時期で、うん、なんかもう毎日泣いたりとかしてて、すごくお芝居も現場とかでも大変だったんですよ、うん、撮影が。それでそういうなんかそういう辛かったというか、頑張ってた時を思い出します。なんで不安定だったの？なんか、うん、なんか15歳とかって不安定じゃないですか、そういう、まあなあ、いろいろあるんだろうな。次いきましょう、第4位。いつオンリーラブ、はい、この曲はどんなエピソードの？はい、小学校6年生の時に初めて買った CD が福山雅治さんのこの曲、はい、風を探してるっていうアルバムなんですけど、その中に入ってる曲です。おう、小学校6年生。これなんでこの CD を買おうと？福山さんが好きだったんですよ。それで曲がすごく好きで、うんうん、ピアノで弾いたりとかしてたんですよ、うん、ピアノも弾けるんだ、田中さんは。はい、ピアノがすごく好きで、で福山さんの曲でピアノが多いじゃないですか、うん、はいはい、それで、はい、弾いたりしてました。そう、楽器もピアノもピアノやで、ピロンピロン、はい、すごいからね、はい、やっぱりピアノ弾ける男の人っていいなと思う。はい、そういう姿がいいな。はい、楽器ちょっと弾く？別に、うん、お前のパンチ相当効いたぜ。転校するぐらい。お前がいつも言ってた京子のことなんだけど、俺1年の3学期の時は好きだった。でもその思いは打ち明けずに三重県の方に転校する。俺連絡するからさ、京子のことよろしく。じゃあまた。すごいかっこよかった。いや、なんかやっぱり三重県っていうとこがかっこいい。ごめん、ね、お前じゃねえよ。お前邪魔してるだけじゃねえか、せっかくいい雰囲気なのに。あれ、いや、だってガッくんがやれっていう振りでしょ。絶対ね、こうなると思ってたね。次行きましょう、第3位。ただ伝えたいだけなのに、ルルルルルル、うまく言えないんだろう。ラブラブラブ、はい、ドリームスカムトゥルーの曲ですね。はい、これはどういった、愛してると言ってくれというドラマがすごく好きで、はい、その主題歌で、うん、はい、これすごく好きです。それは何年ぐらい前だろう？95年、これが
この曲。小学生です。小学生ぐらい、はい、じゃあこういう世界に入る前だ。はい。でその頃ってね、そう、自分もテレビで芝居したいなとか全然思ってなかった。全然思ってなかった。はい。ああ、でねえ、自分がそう全然思ってないのに今そういうことしてるわけじゃないですか。はい。どう、自分的にすごいなんか不思議な感じですね。不思議な感じ、うん、この曲を聴くとどんな気持ちに。なんかそのドラマをすごく思い出して、あのお話が大好きだったんですよ、うん、だから思い出しますね。はあ、はい、さあそれでは次の曲第2位。アブラハムには信じにの子、一人はの子で、あとはちび、みんな仲良く暮らしてる。さあ踊りましょう。右手左手、右足、ちょっと知ってる。これ何食べたんですか、この人たち。これ知ってるよ。これ何、これすごい俺記憶の片隅だな。幼稚園の時に、幼稚園で踊ったりしないですか、こういうの。幼稚園かな。ちっちゃい頃大好きでした。好きだったんだ。はい、初恋とか、いつぐらいかな、幼稚園の頃、初恋。初恋、幼稚園の時に、あの2歳から水泳やってたんですよ、うんうん、でそのプールのコーチが好きでした。うわー、生々しい。コーチって久々に聞いたな。バックかなみたいなね。コーチの鏡で何を言ってんのかもう分からない。はい、第1位1位いきましょう。